イギリスのソールズベリー大聖堂のクロイスター。クロイスターは建物の壁に沿って走り、クワドラングル、またはバースを形成する、屋根付きのサンポローカオープンギャラリー、またはオープンアーケードである。大聖堂や、教会建物へのクロイスターの取り付けは、一般的に温暖な南側に対してであり、通常それが修道院建物の一部であることを示しており、 修道士の世界と、濃度や労働者の世界とを切り離している。閉じ込められた生活も、また修道士や修道所による、修道生活の一面であるが、現代のカトリック教会法の解釈では、英語で囲い込みを表すエンクロージュアは、閉鎖を意味するためにも使われ、ラテン語の親単語クローストラムの何らかの形が、ドイツ語のような言語で、修道院の同義語名として、 しばしば用いられる。グロスター大聖堂、イギリスのクロイスター歴史的に中世初期のクロイスターにはいくつか前例があり、ペリスタイルのグレコローマン式宮殿であるドムス、初期キリスト教施設に前提を含めたアトリウムと、拡張版バ,バシリカ、早期シリア教会の脇に取り付けた半回廊宮殿などである。ウォルター・ホーンが早くに示唆しているが、 聖ピコミアスによるエジプトに設立された社会コインノビティックでは壁などによるコミュニティ分離を必要としなかった修道士たちのコミュニティには使用人の濃度がいなかったとしてクロイスターは建設されなかったとみている。本はいくつかの例外的に初期プロトタイプのクロイスターを見つけている。成人の修道院など南部シリア5世紀後半の修道院教会セルギウス バッカス、ウムムイズ・シュラブ及び ID ・デル修道院の列中の前提などで同様のものがセミラミティック・アイルランドの修道クラスターに登場していないラウンドハウゼスも初期にしベネディクト会などであるカール大帝の時代には各所に散らばった邸宅内で生じた使用人や下辺など別の修道院共同体の存在が閉鎖された黒いスター形式の 修道院内の修道院を作り出した。フレデリック・ベンによる発掘調査で明らかにされたように、方が初期の例として知られるアボット・ガンドランドのロルシュ修道院アルティン・マンスターを申し出て以降、ロルシュはビラルスティカ後半動魔時代から脈々と続き、フランク族貴族期から実質的変更なしに適応したが、もう一つの初期黒いスターであるセイントリーキ、 修道院も三位一体を意識した形で四隅に礼拝堂がある三角形の形をしていました。修道院の教会の脇腹に置かれた広場回廊がインデント・フォンテネルのストリートワンドリア修道院に建設されました。古田では古い聖ペテロ大聖堂の前提で知られる新ローマ時代の黒いスターが教会建物西側にローマ式で配置された。ありがとうございます。